まず総額につきましては、313億円、大会前年比で、21億5千万、7.4% の増となっております。これ大きく言うと、これは全市町村に当てはまる、県もそうでありますが、人件費が、人件費の値上がり、とてもこれはベースアップ、人事院勧告によるベースアップ等があり、またいわゆる会計年度職員に対する勤勉手当の支給があるということ、それから諸物価の高騰によって、いわゆる義務的経費ですね、そういったものが当然増えてくるという要因が、これは同様、どこの自治体も同様の要因でありますが、加えて本市におきましては、複合施設の大きい工事が入るということもあってですね、21億5千万という増額になっております。次に、歳入の方から順次説明に入ります。一般財源としましては、184億1千万強。で全体としては、3%とほど減っておりますが、ほとんど同額、前年同額、市税では、92億6千万、これは例の、政府が今やろうとしております、定額減税の部分も含めております、あるのがこっち道に、2億5千万ぐらいでしょうけど、これは定額交付金でカバーされるので、実質市民税とカウントすれば、92億6千万。ということでございまして、当初予算ベースでは、過去最高であります。もちろん当初予算と決算ベースは違いますけど、当初予算ベースでも、それ相応の税収が入ってくるであろうというふうに見ております。その内訳は、個人住民税ですね、給与が上がっているということもあって、個人住民税が当然上がるだろうというふうに見ております。加えまして、設備投資、企業の設備投資が全般的に増高をしているかどうかということは判断難しいわけでありますが、少なくとも白川市の場合には、設備投資が比較的順調であるということも含めて、固定資産税のうちの焼却資産ですね、焼却資産が順調に伸びているということから、税収が、ほぼ順調に推移してきている、もう一個いうことであります。それから地方交付税ですね、税の次に地方交付税が地方財政の機関を成しているわけでありますが、これも59億4千万と、でこれ、内訳は実は本来の地方交付税は67億と、それから物事、もう十数年前からですね、現金を配るその金がないので、一時政府が臨時財政対策債として、記載を当て込んで地方に事業をさせる財源を確保して、その分を後からパックすると、そういうのも地方交付税の一種でありますので、臨時財政対策債という表現をしておりますが、これも大幅に、これ国の方で大幅に減らしているということもあって、それ7000万で。計上しております。それでは実質的な交付税は68億4千万。それに復興特区、3.11 の後の復興特区も入ってますので、69億4千900万。こういう数値であります。そして、各種交付金、さまざまな地方譲与税等々の交付金が22億ということで、全体で184億1千万。こういう収入を見込んでおります。で一方、これ一般財源です。それから特定財源でありますが、これは国とか県から入ってくるお金、あるいは私債ですね。こういったものを見てくると、128億8千万。当然これも、22億ほど増えているわけ。当初冒頭に言った313億の当初予算で、21億ほど増えているという要因が、こちらのと連動するわけでありますが、そのうち国県支出金が65億5千万、でこれは3億6千万ほど多くなっているということですね。それから私債に行きます。それから市の借金ですね。それが29億3千万ということですね。
で、その次にこの繰入金というのがあって、実は収支差、収入と収支差、歳出に対して収入が足らないというところがありますので、その部分を財政調整基金という形で、まあ、各県もそうです、こうですが、市町村も積み込んである財政調整基金を取り崩して充当すると、それが12億であります。で、そして、それでその他として、これはふるさと納税、これは大分から増えておりまして、5億5000万ほど見込んでおりますが、こういったものをトータルして、まあ、128億という特定財源を見込んでいると、これが歳入の全体の姿でございます。まあ、簡単に言うと、一般財源はほぼ横ばい、一方、特定財源については、大型事業も入ってくることから、国の補助金等も入り、そして、財政調整基金を取り崩してということがその特徴であるというふうに思っています。では次の点で、歳出の内訳はどういうことだろうということでありますが、まあ、大体大きく区分すると、まあ、義務的経費、まあ、これはほとんどもう削りようがない経費と言っていいと思います。公然出ていく経費、義務的経費が138億円。でそのうち人件費が53億円、これは4億ほど増えております。でこれは冒頭申し上げましたように、人事勧告等のによるアップ等もございますし、今年は退職手当の分も含んでおります。それから会計年度任用職員の方々にも勤勉手当を支給するということになりましたので、その分で13億ほどですね、前年対比で2億4千万、まあ、率にして対比 22.6% ほど増えているということで、この人件費がトータルで4億以上増えて、この伸び率が前年対比で 8.5% になっているということであります。その次に、これまた扶助費、これも当然出ていく経費であります。いわゆる社会保障等に支出する経費でありますが、これが2億ほど増えております。一番大きいのが、障害福祉サービス支援支給事業、これは一番大きい事業でありますが、これにつきましても、そのヘルパーさんだとか、によるその自宅の介護だとか、それから就労支援を行う市内事業者の増によってこれが増えていると思います。それから児童手当につきましては、この政府が18歳まで伸ばすと、これは国の資金も入っているわけですが、そういうこともあってこれも相当伸びていると、これが約8000万ほど伸びるということですね。それから民営保育等、ちょっと名称が高いんですけど、民間の保育園に対する運営事業補助金を計上しております。これも8億3000万。これも当然、人件費等が、等々が上がってたり、それが、あるいは財源実数も増えているということもあって、これも前年対比で1億3000万ほど伸びると。こういったもの、それから、交際費、これも当然、過去に借金したものの管理償還金を返すわけですから、これも義務的経費として、これはもうピーク過ぎて、では4年度がピークになっておりますので、若干ずつ減ってきておりますが、でも30億を超えていると、こういう状況でありまして、この3つが義務的経費で138億ということになります。次が、これ後で説明しますが、投資的経費は52億、これが38億、38.6% 伸びていると、これがいわゆる複合施設等の整備、あるいは第一小学校の設計等々のインフラに投資する経費が伸びているということで、52億、7000万ほど見込んでおります。それから一般行政経費、なかなか分かりづらい表現でありますが、いわゆる広域市町村圏でやっているいろんな消防ですね、消防の経費だとか、
からゴミ処理施設の経由、こういったものは我々東西白川、もし白川、もしくは西白川での広域市町村圏でやっているわけでありますが、その負担金として出しているのが相当大きい。あるいは下水道事業が単独、情勢もそうでありますが、単独で収支が、相償わないので、その分も一般会計から支出をしていると。まあ、そういった経費が主でありますが、それか、まあ、それ以外の経費が全部ここに含んでおりますが、まあ、これが121億9千万。これも、まあ、実はそんなに伸びてませんが、1億8000万ほど伸びていると。まあ、これが歳出の概要であります。次ですね。じゃあその歳出の内訳は何だろうということになりますと、今、まあ、52億7千万の内訳でありますが、主な内訳はここに書いてあります。複合施設整備事業。これも後から話を申し上げますけど、旧市民会館、今、旧市民会館の前ですね、今の前に、もう今、一部、もう工事が始まりますが、今、実設計の段階でありますが、この事業が来年度からいよいよ建設に入るということから、17億9000万ほど見込んでおります。そしてこれはまあ通常の事業でありますが、まあ、道路のインフラ整備ですね、道路街路整備事業に14億、特に、まあ、まあ整備労働事業と称しておりますが、いわゆる、まあ、従来から側溝の蓋掛けをずっとやっております、まあ、昔の古い島後半の古いものがたくさんあったわけでありますが、まあ、非常に交通の支障、交通上支障がある、ただ景観上も看板しかないということから、速攻に負担をすると、こういった事業をずっと続けておりますが、まあ、その分で2億円ほど計上しております。それからまたこれは後で説明を申し上げますが、清水門の復元ですね、これ国籍指定になっておりますが、この、清水門の整備についても文化庁との協議のことになったので、先月、臨時議会を開いて、まあ、議会の議決を頂戴いたしまして、もう工事が一部も始まろうとしておりますが、本格的な事業は来年度、再来年度でありますが、来年度の分として3億9000万ほど見込んでいると、こういう事業であります。それから南湖史跡整備事業、まあ、南湖の遊歩道の舗装等についての事業、これは特別説明を申し上げます。まあ、こういった事業側として、52億7000万。そして、まあ、先ほどちょっと一部説明を申し上げましたけど、一般行政経費というのはこういう白川地方広域市町村圏整備組合への白川市の負担金、ゴミ処理、診療処理、消防、ただこれはまあ人口比割だとか均等割等で各市町村ごとに負担金が決まってくるわけでありますが、ここで白川は一番この東西白川では人口規模が大きいので、その負担割合が多いということから15億9000万ほど見込んでおります。それから下水道事業への支出、これも下水道事業単体ではなかなか収支が相償わないということもあるので、これはその相償わない分を一般会計で補填する、これもどこの市町村もやっているわけでありますが、そういった事業で13億、まあ、結構計画を計上しております。それから指定管理委託料、いわゆるまあ、コミネスとかですね、あるいは狐町温泉だとか、こういったところは、これは県の施設、市の施設でありますが、その管理委託をしております。その管理委託料、まあ、これは人件費とか、業務運営費、事業費、そういったもの全部入って、まあ、5億ほど見込んでおります。さらに予防接種事業、まあ、これは新型コロナワクチンですね、まあ、これは、まあ、65歳以上の人と、それから60歳から64歳で重篤な病気を持っている人を対象にして、新型コロナワクチンについては公費で対応するということも含めて、それ以外の予防接種がたくさんありますが、そういったことについて2億2000万ほど計上しています。ちなみに物価高騰だとか賃上げの影響による
文献機能増はいかほどかということの例を挙げますと、例えば給食費なんかはですね、単価がずっと上がっているので、3200万ほど食材費が上がっているということで、15.9、に通じて大変大きい 15.9 だとか、それからいろんなシステムの保守運用の委託料なんかもやはり、人件費となることによって 17.7% 上がっていると、こういうことも含めて、この一般行政経費は、なべてこれが上がるということであります。じゃ次お願いします。そういうことを含めて、大きくって、3つの柱を立てました。一つは少子化対策、子どもたちの未来のために、それから未来への投資、人を育て未来を作るという意味での投資、それから居場所づくり、非常に多少抽象的な表現でありますが、いろんな方、年配の方も子どもたちもですね、一般の大人の方々も、それぞれに今居場所を作り、居場所というものを探っているというふうに言われております。昨日の新聞なんかでも、この4月1日から、孤独孤立支援法という法律ができて、今国全体として、社会全体が孤立化している、孤独化している人も大変多いと、そういったものを国、地方、そして民間の協力の中で、そういう居場所作りを探してやったり、共に協力しながら孤立あるいは孤独の人たちを支え合うと、こういうことを進めていきましょうというものとも多少連動しておりますが、人生を豊かにする居場所という括りでテーマを設けました。次お願いします。